の岩村城は、武田方の城になっておりました。でそれに対して、その他の明智城ですとか苗木城ですとかによります、東美濃国衆は織田方についておりました。でちょうどこの頃武田信玄によります徳川攻めですね、三方ヶ原の合戦に至ります、徳川攻めが始まっておりまして、信長としてはおそらく、それを、支援するために東美濃国衆に対して岩村城を攻撃しようと命令を出したと思われます。そうしたことで起こったのがこの神村合戦であると考えています。でこの神村合戦の起きた、元亀さんの12月28日というのは今の暦に直しますと、2月の10日になります。ちょうど真冬になるわけですね。そうしますと、本来武田の本領というのは、長野県信濃国ですから、雪に閉ざされていてなかなか援軍を送ってこられないはずです。ところがこの時には遠江から三河で活動しておりますので、武田軍の主力というのは、ほんの数字で駆けつけられる場所にいたわけですね。そして第二の誤算といいますのは、三方ヶ原の合戦がほぼ徳川勢の全滅に近い形であっけなく終わってしまったということですね。その結果武田軍では、岩村城を応援の兵を割く余裕ができてきたということが考えられます。でそこで第一報を受けた信玄は余力をこの岩村城に向けまして、ここにいる東美濃の国衆を攻撃したと。そうすると兵力が逆転して美濃側の敗北になったということだと思います。でこの頃、三方ヶ原の合戦に至る武田の徳川攻めが始まる前までは織田と武田というのは同盟関係にありました。同様に織田と徳川も同盟関係にある。その2つが合戦を始めたことによって、信長の方はどちらかを選択するということになって、結果としては徳川を選んだということで、長い戦いが始まるわけです。でその初戦にですね、信長はもともとは武田方についていたこの東美濃の東部の遠山一族を織田方に寝返らせることに成功します。それがだいたい元亀3年の夏から秋にかけて、だと考えておりますけれども、信長の四男の御坊丸を岩村の遠山氏の養子に送り込んで東美濃の全域を織田方にしてしまうわけですね。でもそれへの反撃として、武田が再び調略を仕掛けまして岩村城のみが単独で今度は武田方に寝返ってしまいます。そうすることで、織田方の中にポツンと、拠点としての岩村城があるという状況になるわけですね。それを打開するという面もあって神村合戦が起きたわけです。でこれで仮に織田方が勝利していれば、武田方がだった遠山領が全域が織田領になるということで、直接武田の寄る本領の信濃と国境を接することになって、直接武田を攻めることが可能になります。ところがそれに失敗してしまったということで、織田としては、直接武田を攻めることができなくなってしまいます。でこれも同じように武田も同じようなことが言えまして、もともと東美濃の一番の東部が武田方だったところが全部織田領になってしまったということで、直接織田を攻めることができなくなってしまったわけですね。そこで岩村城を挟んで両者にらまうだけになって、実際の戦いは本戦は史実の通り遠江から三河にかけてが行った戦いの中心となって、最後は長篠の合戦で決着がつくということになるかと思います。